ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。JWST は、アメリカ航空宇宙局が中心となって、開発を行っている、赤外線観測用宇宙望遠鏡である、ハップル宇宙望遠鏡の後継機であるが、計画はたびたび延期され、打ち上げ予定日は2021年3月30日に、再設定された。 JWST の名称は NASA の2代目長官ジェームズ・ー、e ・ウェップにちなんで命名された。彼は1961年から1968年にかけて NASA の長官を務め、後のアポロ計画の基礎を築くなどアメリカの宇宙開発を主導した。かつては次世代宇宙望遠鏡 NGST Next Generation Space Telescope と呼ばれていたが2002年に 解明された。JWST の主な任務は宇宙誕生ビッグワンの約2億年後以降に輝き始めたとされるファーストスター種族 E を初観測することである。ファーストスターからの光は赤方変異により波長が引き伸ばされ赤外線に変化すると考えられており赤外線域で捜索観測することによって ファーストスターを発見することが期待されていい。その他、搭載する高解像度の赤外線画像センサーと分光器による系外惑星の観測についても新たな知見が得られるのではないかと期待されている。JWST の運用はイーサと NASA が共同で行う計画である。打ち上げ後 JWST は太陽地球のラグランジュ点の一つ、L に置かれることになっている。 JWST は、ハップル宇宙望遠鏡以下、HST と記すのように地球の周回軌道を飛行するのではなく、地球から見て、太陽とは反対側150万キロメートルの位置の空間に漂わせるように飛行する。観測のためには、機体を極低温に冷却し、太陽や地球の光なども避ける必要がある。そのため、 JWST は折りたたまれた遮光板を搭載し、遮光板によって JWST の機体に到達する不要な光が遮蔽される。エルテンにおいては地球と太陽が望遠鏡の視界の中で常に同じ相対的位置を占めるため、頻繁に位置修正しなくとも遮光板を確実に機能させることができる。HST は地表から約6 0 0トルという比較的低い。 軌道上を飛行している。このため、工学機器にトラブルが発生してもスペースシャトルで現地へ行って修理することが可能であった。これに対し、JWST は地球から150万キロメートルもの遠距離に置かれるため、万が一トラブルが発生しても HST のように修理人員を派遣することは事実上不可能と見られている。 JWST の質量は6.2トンとして計画されており、HST 約11トンの約半分である。ただし、ベリリウムを主体とした反射鏡の主鏡の光景は約6.5メートルに達する。これは HST 光景2.4メートルの2.5倍で、面積は7倍以上にもなる。この点から HST をしのぐ非常に高い観測性能が 期待さされれてていいるる逆に鏡の重量量は軽量化されている主教の直径は現在存在するいずれの打ち上げロケットにも収まらないほど巨大である。ただし、主教は1枚鏡ではなく18枚の六角形のセグメントに分割されている。各教セグメントは約 20kg であり、望遠鏡が打ち上げられた後に好感度のマイクロモーターと 画面センサーによって正確な位置に導かれて展開する。なお、結句望遠鏡のような地上の望遠鏡は重力負荷や風力による影響を克服するために能動工学によって鏡セグメントを常に調整し続ける必要がある。これに対し JWST の場合、この初期配置を終えると鏡セグメントを再度動かすことはまず行われないと考えられている。 JWST にとっての挑戦的課題として、反射鏡を低温に維持することを挙げることができる。宇宙誕生初期の星や星雲を捉えるためには、非常にエネルギーの小さい赤外線を捉える必要があり、反射鏡を引く、摂氏220度にまで冷却しておかなければならない。その冷却のためにも、JWST は地球から遠く、また地球と太陽からの光、 赤外線を同時に遮光できるラグラン重点 L に送り込まれるである。主鏡の鏡面は全体としても六角形を成しており、周光部とか鏡が剥き出しとなっている。このため、主鏡の鏡面は電波望遠鏡のアンテナを連想させる形状をしている。また、本体は筒型ではなく、主鏡の下にシート状の遮光板が広げられた形となっている。鏡面は 赤外線をよく反射させるため金メッキが施されている。このため黄色より波長の短い可視光域は金に吸収され観測できない。2003年の時点では2010年に観測活動を終えることになっていた HST の後継機として2011年打ち上げが予定されていた。しかし JWST の開発が順調に進まず HST も補修による 延命措置を受けたため、2010年には2015年以降に打ち上げが延期された。2011年6月、コストが当初予定の4倍以上になり、打ち上げも2018年以降、2020年以降の可能性もいるとの報告が行われた。このため、増大し続けるコストを懸念して、計画中止を求める声が NASA の他のプロジェクトから上がった。2016年11月、 ボダード宇宙飛行センターで試教の組み立てが完了し、試験のためにジョンソン宇宙センターへ移送された。この時点では2018年10月の打ち上げが予定されていた。しかし2017年9月末には各種機器の統合が想定より遅れていることから、さらに2019年3から6月に遅れる見込みであることが公表された。2018年6月。 音響試験中に発見された異常により、ネジの緩みがあったことが明らかになったため、打ち上げは2021年3月30日に再延期されることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。